今回の拳にしてもなんかこのコロナの時代でね、セリフがこう1コラス2コラス3コラスで出てくるんですよ。しょっぱいなとかね、とあったかいなとかね、最後はもうやる気がないなみたいなね。とにかく前を向いてやっぱり頑張らないといけないね、やる気がないんだよみたいなね、そういうなんかメッセージソングなんですよね。その全体的も含めてそうですけど、どっか一つのこのフレーズがこうポイントになってくるんですよね。そこから入ってくるんですよ。しょっぱいよな、なんだっけこれ、しょっぱいよな、あったかいな、やる気がないなっていうね、そういうところから歌にこう入ってくるみたいなね。作品はもう10年前に出来上がっていたんですよね。事務所の人たちがやっぱりこう温めてくれて、出来上がってもなかなかその時には出さないみたいなね、あと5年ぐらいだったらいいんじゃないかとかね、それはやっぱり世の中の流れとかいろんなものをこう見ながらとか感じながら、やっぱ歌っていうのはタイミングとかそういう時期っていうのがあるんですよね。50代と60代ではまた違いますからね、うん、その歌の受け止め方みたいなものも、この10年間という間にその歌をまあ寝かせて、で僕もその10年経ってこの歌を聴いてね、おお、分かるな、分かるよ、うん、この気持ち分かるっていうような気持ちになるなったわけですからね。多分その時50代の時に聴いたら、まだちょっと早いのかなとかね、僕は分からないけど、やっぱり聴いていただく方がやっぱりこの時期なんだろうね、この時期でよかったよな、やっぱり60過ぎてからこの拳っていうの、山川さんいいよ、それが山川節だと思うんですよ。こういうどん底にね落ちて、まあ、どこまでがどん底か分かりませんけど、人それぞれだと思いますけど、そういうことって必ず人生の中に一度や二度、まあ、必ずあると思うんですよね。うん、でそこでどういうふうに這い上がるかっていうのは、やっぱり人との出会いとか違う世界をこう見るということも大事だと思うんですね。だ僕の場合でもそうだし、やっぱりデビューして10年目ぐらい、ちょうどしぐれ川を歌っている時に、ね、もうちょっとなんか、うん、仕事もなくなって、体のちょっと変調も起きてきてね、寝れない、ちょっと目が回るみたいなね、その時がもうどん底だったんだよね。やっぱり兄弟でこういう世界に入ってるから、兄がどっちかというとバーッと言ったら、それが余計にまたプレッシャーになってのしかかってきましたから、まあその時にちょっとこれはもうまずいなと、これ自分でこれを克服するには、ただうちでじーっとしてるよりはね、なんか自分でこう体を動かしてね、夢中になれるものをね探さないといけないっていうことで始まったのがボクシングだったんですよ。それが機会だったんですよ。でも暇だからジム行ってバン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 サンドバッグ叩いてね、でも帰ってくるとね、もう本当に眠くてしょうがないみたいなね。それでなんかこうその不眠症が治っちゃったみたいなね。僕もその歌い手山川豊じゃなくてね、本当に一人の練習生として入ったわけだから、でやっぱり友達になったりして、やっぱりたまにそのこの家に遊びに行ったりとかしてると、びっくりしたのはね、家財道具が一切ないんですよ。もうその子もやっぱり地方から出てきてアルバイトしながらね、本当に入場版一間のアパートで、炊事場もなんかあの鍋があったりとかそんなんじゃなくてね、アルバイト先からあの喫茶店で働いてたらしいんだけど、サンドイッチのパンの耳を袋にいっぱいもらってきて、それがあるんですよ。でそれをお水と一緒に食ってるんだ。そういうものを見た時にね、いや俺は何をしてたんだろうなと、これはいかんと、もうちょっとこれ頑張らないといけないし、頑張るにはどうしたらいいんだろうって、もうちょっと原点に戻って一からやろうかと、そういう気持ちにさせてもらったね。落ちるとこまで落ちて、歌の文句じゃないけどね、
それは新人賞も取ってるし紅白も出てるんだけど、もうそんなのはもう過去のもんだと、そう思ってやっぱり無我夢中でやってたのはこの一つのどん底時代だよね。このデビュー10周年のしぐれ川っていうのはね、這い上がるにはまあ人それぞれのねやり方もあるし、僕の場合は今話したことなんですよね。若い人たちもこれからね絶対にこうどん底に落ちることもあるからね、そこから這い上がるやっぱり力、精神力、それにはやっぱりいろんな人の助けがあったりとか、ちょっとなんかこう外れることも大事だよね。やつの誓いを見るっていうのも、そこでちょっときっかけが生まれるみたいなね。行動を起こさないと、ただじーっと待っていれば全部ダメなんですよね。何かを起こすっていうことが大事なんですね。で必ずやっぱり歌の中にもあるけど、その雨の日だけじゃないんだよね、晴れる日も必ず来るっていうことなんですよ。あの1番2番とこう詩を読んでいくと、本当に1番はもうなんか落ちるとこまで落ちたらねっていうような、もうどん底のその精神状態なんですけどね。で2番になってくるとやっとなんかこのその光は見えてきてるんだけど、まだ不安となんか期待とこう入り混じって、ちょっとお酒を飲みに行ったら飲みに行ってね、帰り際になんかあのガード下で猫が鳴いたもんで猫抱いたらあったかいなっていうとこから、なんかこうそのあったかいなっていうのをなんか感じながらね、気持ちがこう徐々にこうもう盛り上がってくるんだ。雨が降ってる日だけで晴れる時もあるんだよみたいなね、この握り拳で一つまた這い上がらないといけないんだみたいなね、やるっきゃないんだよなっていう、そういうもう最終的には3番は死なんですけどね。一人の男性のこの心情みたいなのをこう綴った作品ですよ。このコロナのあれでね、本当に今川さんのこの拳聞いてるとね、本当になんかやるっきゃないよねみたいなね、そういうものがなんか染みるんだよねってよく言われますよね。励ましっていうか、なんかこの歌を聴くと頑張れるよ、頑張らないといけないというね、そういう、そういう気持ちになるっていうね、大変ありがたいそのコメントもいただいてね。そんな感覚でやっぱりもう来年が40年だからね、だからまあ人それぞれですけど違う世界を見てきてよかったなと思うね。だから若い人たちはなんかつまずいたり壁にぶち当たった時っていうのはいろんなものを見てほしいと、人間というのは年取って年相応のやっぱりこう歌がこう歌えるっていうかね、歌っていかないといけないみたいなね、昔みたいなものはそのもう出せないわけですから、声の張りにしても何にしてもね、やっぱ年相応のやっぱりこれからも歌を歌っていきたいなと思います。ありがとうございました。やるっきゃないな。